天塚古墳は、京都府京都市右京区渦正松本町にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。京都盆地西部、佐賀の大地の南園に築造された古墳である。これまでに発掘調査は行われていないが、1887年に多数の副葬品が出土している。墳形は、前方五円形で、前方部を南方向に向ける。 噴球は二段築成。噴球表面では、円筒波に輪が検出されているほか、噴球周囲には周堀が巡らされる。主体部の埋葬施設は二基の横穴式石室からなり、いずれも公園部に構築される。古墳周囲では、北西に倍長と推定される円噴一基がある。この天塚古墳は、古墳時代後期の六世紀前半頃の築造と推定される。 佐賀の地域では、本古墳の他にも蛇塚古墳、死出木山古墳、清水山古墳などの後期古墳の分布が知られ、これらは佐賀の一体を開発したトライ系士族の果たし一族の墓と推測されている。古墳域は1978年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳形は前方部が発達した後期古墳の様相を示す。 噴球町は、佐賀野の,の古墳のうちで、蛇塚古墳に次ぐ規模になる。主体部の埋葬施設には、横穴式石室2基が使用されている。2基はいずれも公園部に構築され、一方は公園部西側に、もう一方はくびれ部に開口する。公園部西側開口石室無袖式石室で、公園部中央から北西方向に開口する。 石室の規模は次の通り。側壁は、海石の乱石積みによる。現在は奥壁寄りで、稲荷の祠を祀る。くびれ深い鉱石室右肩袖式石室で、公園部中央から南西方向に開口する。推定規模は次の通り。側壁は、海石の乱石積みによる。こちらも現在は奥壁寄りで、稲荷の祠を祀る。 1887年湿度の副装品は次の通り。日本古墳大辞典では、いずれの石室からの湿度か不明とするが、京都市の地名では、首レブ開口石室からの湿度とする。現在、これらの湿度品は、京都大学総合博物館に所蔵されている。清水山古墳跡比天塚古墳の北東には、かつて清水山古墳が存在した。 形状は、前方公園墳。1973年に破壊されて消滅している。墳球長は、約60メートルを測った。主体部の埋葬施設は、横穴式石室。築造時期は5世紀末マイナス6世紀初頭頃と、推定され、天塚古墳に先行する、市長墓とされる。所在地交通アクセス周辺清水山古墳に関する、カテゴリー。 ありがとうございます。